どうも。はいえー、今回も始まりましたよ。はい。<laughs> はい。やってきましたね。やってきましたね。これはそうですね。収録的には3月の今日は12日ですか。そうですね。まあ収録的にて、ね、る人たちはまあいろんな3月の27、4とかなんだかあ,るあれと思いますけども。松の週です。もうそろそろ4月だねなんて話をしてるころだと思うんですけど、ねはい、まあ我々的には3月の12日にこれを収録しているということで、でね、まああの前前回ぐらいですか。うん、ちょうどえっ、ー、とオンエア的に。 収録ではちょっと早かったけどオンエア的にはちょうどその3月の11日をまたいだ感じのそり、ね、オンエアがあったので、うん、まあデビィロックの話とかした時です、ねうん、に今ちょっとちらっと言ってましたけど、まあ、収録的にそのいわゆる3月の11日、えー、東日本大震災があって。 あってからの辺りの収録ということなんでございますけども、うんはい、まああの1年た、うんまあ、ったと経ったねでまあ大体その3月11日が近づいてくると例えばその各メディアとかでも1年経ったっていう何、ねうん、かね番組があったりとかありましたけども、うん、まあまあそんであのメールがね 1個来ておりましてこれはですね大分県の大分県あ昼間のてごとさはい昼間の建言じゃないの昼間いや多分読み方的には昼間のてごとでしょうねきっとビルマのごと的なええ大輔はん奈緒さんこんばんははいこんばんはいつも楽しくおはようございますすべておやすみなさいおはようございます 行ってらっしゃい行ってらっしゃい安全運転で安全運転でお願いします雨の日も風の日も晴れの日も元気でいきましょういつも楽しく聞かせていただいておりますありがとうございますまたかなり時間が経ちましたがギンギラギンにさりげ肉が全国放送とのことおめでとうございますありがとうございますずいぶん時を経ての今日はお二人にお礼の言葉を伝えたいと思いメッセージいたしましたはい 正直なところ、はい、この出来事は胸にしまっておこうと思っていたのですが、はあ、お二人の番組で救われた人もいるというのを知ってもらいたいと思いメッセージしております、はい、3月11日の東日本大震災、はい、私は過去にとある省庁で働いていたことがあり、うん、え現在は臨時職員なのですが、うん、その関連で宮城県に災害派遣に行ってまいりましたははははいはい、はいい 時期は伏せますがまだ余震がひどくまたいつ津波が来てもおかしくない時期のことです災害派遣にあたり電気水道が不安定と聞いていたので二、うん、数分の下着や洗面用具など最小限の荷物をまとめました、うん、そしてその中にこれくらいは荷物にならないだろうと思いフルに充電した 肉に打たれて眠りたいが入っているウォークマンも入れて出発したのです<ー>、うん、現地入りしてみた光景はまるで日本とは思えませんでした建物はほとんど流され車も転覆したり流されたりしているのは普通の光景で大きな船が陸の上にあったりと直接被災していない私が見ても心が折れる状況です、うん 宮城県石巻市での最初の活動は給水支援でした、うん、5000リットルの水を持って行き現地で配るのですが<ー>次に来る人がいるからその人に分けてあげてと最小限以外はなかなか受け取ってもらえません,んまたその他には炊き出し支援をやっていたのですが 食べ物の供給はその時は不安定で支援開始の1時間以上前から並んでいる人も多く、うん、食べ物を配る開始時間を前倒しにして配りました、うん、人数は数百人はいたのではないかと思います、うん、私たちが想像していた以上に被災された方が来て持ってきた食料は20分ぐらいで全てなくなりました、うん 時間をかけて並んでもらったのに受け取,ら、えー、受け取れなかった人たちの悔しさ、うん、その気持ちを思うと今でも心が痛みます、うん、私たちも全員に配りたかったのですが行き渡らなかったことで全員に無力感が全体に漂っていました人の命を救う。 などとは軽々しく言えませんし思いませんが被災した人の力になりたいと思っていたのに数日間活動していてそれすらも満足にできない結果となり気分が落ち込みました夜の7時ぐらいに翌日の支援内容が発表されてその後お風呂に入り 節電のために夜の10時前には電気を消して寝袋に入るのですが、うん、数日経ってウォークマンを持っていることを思い出しました、うん、再生すると元気な奈緒さんと大輔はんの笑い声が聞こえてきたのです、うん、聞いている話の内容は数ヶ月前のことなのですがすごく励まされ勇気と元気を分けてもらいました、うん、お二人の声を聞いて思ったことがあります、うん、力にになりり来た人間ががっくりと を落としてていいいはけなできることは少ないけれど被災した人の気持ちを考えつつできる限りのことをしっかりやろうとあいは今まで以上に元気よくその後一言付け加えるようにしました「おはようございます今朝は寒いですね」とかお風呂の支援をしていた時は「お風呂温まってますゆっくり入ってくださいね」など大事やね。 被災されて家族や友人を亡くされたり不自由な生活を余儀なくされた方々とは比べようがありませんがさまざまなことが限られた条件の中を乗り越えることができたのは大輔はん奈さんのおかげだと今でも思っておりますありがとうございます本当にありがとうございましたいや最初ほどの印象が薄れていますがまだだまさに世は悲惨ワールドですがミステレン 日本全員で日本人全員で脳みそを震わせてあらあらと運命に背いてぶ生き返しましょうっていうすごいいい歌詞これいい歌詞だ誰何何のバンドの歌詞これ何代目何代目魚竹これ何とは由美これっていうねなるほどねまああの例えばそのいわゆる東北のね被災地と呼ばれる ねえー、場所に住んでる方からメールとかもらいましたけども今回はこうやってその実際にボランティアとか災害派遣で、ね、大分からはい行った方っていうのがねメールもらえましてう前も誰やったっけ、えーまあ、なんかこう話の時にこうラジオがね、うんあの 被災して、その震災が起こったときに、うん、あの、まあ、電気もなくて、うん、まあ、携帯とかもありましたけどなかなか繋がりづらいとか、うん、でも、その時にラジオがあったりする時に、そのラジオから流れてきた。普通の、今まで日常、ね、何気なく聞いてた番組だったり、うんうん、ラジオから今まで何気なく聞いてた。例えば、そのね、まあ、俺たちの曲かもしれません。それ、彼たちの曲も流れてきたりとか、うん、そういうラジオの力っていうのがね、うん、こう、改めて、こう。 見つめ直されたみたみいなそうだねうそんなラジオにこう携われてるね我々が本当にありがたいだからいろんなことに感謝してね,ねこれからはやっぱ生きていきたいねだからその、うん、例えばねそのこの「えー、昼間の建とさんとかもその被災地の方々の力なりに行こうとしていて、うん、またこう。 まあそのきっかけはいろいろあねありましたけれどもこういろんなことに気づかされたりとか、うん、でまたあの我々もその実際にね東、うん、のつまり東日本だったりこういろいろこう現地の方にでこう東北の方に行ってこう背中を押せる押してあげればいいあげられればいいなと思ったら逆にこっちがなんかこうなんかね励まされたからそのこっちがなんかこう勇気つけられるみたいなねこともありましたけども本当ですよえーまあねいや本当ねまた気持ちね。 改めていろんなことにをまた気づいてえ感謝してね生きていければなとまた1年1年まだねまだ1年とかねもう1年とかいろんな人によってねいろいろ気持ちはあると思いますけれどもあのまた1日1日また来年の3月11日を迎える頃にはまたもっとねみんなもいろいろねあと現地の人たちも少しずつ前に進んでいけるように。 そうですね。我々もちょっと少しずつ微力ながらちょっと応援していければなと、はい、思っておりますので、ええ、いやこうやって遠くの、ね、被災地からは遠いじゃないですか大分とか大分は遠くだだいぶ距離ありますよね意見<ー>はねだけどそうやって、ね、みんながこう応援してるっていうのを東北の皆さんも、ね、絶対もうひしひしとたぶん感じてると思うんでね,、うん、ねちょっとまた気持ち引き締めていきましょうね頑張って感謝して大ちゃんもちょっと感謝してこの奈緒ちゃんに何を 何かわかかんなないけどそうやななんか言う何かお互いのこの感謝の気持ちちょっと言ってみなよ井上さん普段言えないこのホルモンの対する感謝の気持ち言ってみちょっとょ言ってみいいから言ってみちょっと何ん約もう今年で6年目ですよ,そうだよ6年目の付き合いですよちょっと何かほら気持ちの感謝の気持ちほらちょっとき言ってみなよ何か一個ないの電波に乗らないけど乗れへんのかい,い,い うん、2>, <い>2人に感謝<れ>だからないろいろあるわけですよねやっぱり今は例えば今までうちら6年そういうこと感謝の気持ちとか憤りとかそういうのとかも憤りの方があるみたいな憤りの瞬間生き生きしない生き生きしとるやないかなんかそういうのはあるけど結局そういうのってあまり口にしないままなんとなく6年がこう過ぎ去った今例えば明日から。 井上さんともしかしたらもう二度と会えないかもしれないでしょだから今日もし言えることがあったら感謝の気持ちを今口にして電波に乗ってください。<laughs> 電波には乗らへんから。マイクないからな。っ、うん、<laughs> 爪が甘いっていうのを定着させてくれてあたい。いやちょっと待ってください定着させてわかんです。<laughs> そしてそれは逃げに使ってるっていことじゃないです <laughs> 気づかされたんだったら改善していこうっていう話ですよ。それが 成長でしょう <laughs> 意識の高さを見習ってますいやそもそもあなたの方が意識高くなっちゃダメなんですよ <laughs> もしくはそれ嫌味。嫌い,いや, <laughs> いやさんやだやだ,やだ,やだ,やだわーちょっと<え>感謝、えー、そろそろじゃちょっと CM と <laughs> いやいやいや <laughs> <え> <laughs> いやいや、ね、いや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 い感謝は特にいつもあのー この原稿とかをコピーしてくれてありがとう事務的事務的なこと人数分コピーしてくれてありがとうそうかじゃあ井上さんに対する感謝はなしとそれ FM サウンドの人の思いそうそうわかるわかるいや違うってお前やってへんってできるかおいはずいはずいなほんなこと言うなえ？おいおい 大はん直ちゃんちょっとお前らら久しぶりやんけザ・カンムリこと冠哲也でーす全国ネット大丈夫全国ネット大丈夫これやっとかんとね <laughs> ということでね久しぶりやんけおい助かる、ね、何これタイトル変わってるで肉に打たれて眠りたいからかかかギンギラギンにさりぎん肉になってるやん初やんということな全これめっちゃ久しぶりでこれコメントさせていただいいておりまますす <laughs> でございますよ皆さん聞いております すごいこれえ全国20曲ネットにされている、そしてコメントがアンジェラ・アキさん、クルリ、アジアンカンフジテレキ,キッカーさんなどもらってるから、なるほど、そういうことか、だからか。 だから俺をこれコメントに入れへんのか、このこの枠に入れへんのか、このスター枠に入れへんのか、お前ら、こら牧島アナザーホルモン、これ、あのー僕はただ単にね、久しぶりに、最近会ってないんで、大輔ハンともね、奈緒ちゃんにもね、ちょっとまあ挨拶がてらと思ったんですけども、たまたま、たまたまあのアルバムを作りまして、3月。 ね、最後の「ヘビーメタル」というアルバムから1年半ぐらいあきましてようやくまた1枚作りました、ね、今回もいやーやっておりますよねこれもう私今年で厄年でございますから41になりますからそれでも続けてるこの様あんなおっさんでもこんだけやっとん、ね、こんだけ必死でやっとんねやという様を見ていただいて皆さんに何か元気を与えられたらななんてそんなふうに僕は思っておりますのでぜひとも はいえー『ザ・リ死に損ないのヘビーメタル一度聴いていただきたいなと思いますじゃあね一曲聴いてくださいそれでは何で笑うたんいそれでは死に損ないのヘビーメタルから一曲聴いてもらいましょうマスカロー『ザ・リもう一回いいですか『<laughs> ザ・カカンムリムリ哲也でしてーよーこれやっとかんとね 最近はそののこれやっとかんとねっとていうのをつけるんよね、うん、なるほどね冠さんから聞いたことある声だと思ったんだすぐ3月の21ということですね、うん、おそらく3月でクスって言ったからね <laughs> なかなか失礼やぞん日差し3月のってカットされるっていうねそれあのー、アンテナさんとかの時にできないでしょ絶対<の>できないやっちゃダメだからなるほどねはね冠さんね田中健さんがタナケンさんが冠さんを怒らせたっていうね 事件もありましたのあの大和田冠さんブ冠さんってほんまに温厚やからねいや俺怒らせたら大したもんすよっていうレベルだよそのレベルでしょ冠さんは冠さん怒らせたら大したもんだよなるほどね傷だらけのヘビーメタル最後のヘビーメタルときて死に損ないのヘビーメタルということでねありがとうございますありがとうございます厄年なんですね すごい役が来たんだね <laughs> 田中健太郎っていうバップのそうだね<ー>すいませんなんか謝りたいですけど、ねえー、まあねああなるほどねはい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 あでもあれこれがオンエアされる頃にはもうツアー終わってんねやあっえ本ほんとにそんな短いの、うん そっかそっかその前から回ったんのねそうそうそう3月20日の渋谷応援してで終わりやそうか残念残念でしたかブりさん残念でしたライブの告知もできずアルバムの告知もカットされるなるほどねはいはいはいねあなるほどどうしますかどうしますかメッセージ何か読みますかメッセージ読みますか何かありますかかコーナー的なことやりますかコーナー的なことやりますかんかメッセージ何かほかありますかしたらね さっきカムリさんがあのくるりがくるりなんかいはいはい、はい、あのこないだね来てくれたじゃないですかそうですよーええー、それでまあ,あの世の中をざわざわさせたあの放送そうそうそう一部の一部の一部でもない一部の世の中をざわざわさせた <laughs> <ー>、はい、それでまあもうあのー「らくるりね」ねくるりの方もオンエアされてますし、うんはい、なんかねえー、感想来てますねありがとうございますこれはなんて読むんですか富山県のねこれは難しい地名やな南。 ここれはこの漢字はこれ読読めめたら,めたら死に底ななヘビーメタル一枚あげるわで <laughs> わわいいかんないわ南栃木の栃木みたいなまあ、うん、富山県、はいえー、南の市のえー、<laughs> <か> <laughs> のみりさん。 野々村さん、えー、大輔はんなおさんはじめまして,、はい、まして FM 富山で日曜深夜0時から聴かせていただいてます「ギ、えー、肉が面白すぎて次の日学校なのになかなか眠れません」「こないだはくるりさんがスタジオに来ましたね <laughs> 来ましたよ」「実は富山ではくるりさんのラジオは日曜の夜10時から」<う>なので「銀肉」にくるりさんが出てきた時は本当にびっくりしました。おう これからも銀肉もラクルリも聴きますい。いやなるほどね。そっか。続いてるってこと？ラクルリが終わってから銀肉があるってことだよね。すごいね。そういうところもあるんだもんね。んなるほど。素敵な放送局やん。富山いいですね。富山飲もうぜまた。ふえも富山。富山。富山き,ときとですか？きときと寿司ですか？きときと寿司は愛媛県の松山市にもありますけどもね。 あっちのキトキトはねちょっとっキトキトはちょっとあんまあまあ <laughs> <laughs> やっぱねキトキトはね。 富山ですよ。富山じゃないと。美味しいです。回転寿司なんですよね,ね,ね。回転寿司なんだけどね、イレール,イレイルクオリティがすごい高いんですよね。イイストンピンバードのね、ギターの友は、僕プリンばっか食べてましたけどね。回転寿司なのね。プリンばっかり食べてましたけ、ね、ど、<え>ね <laughs> リばっか食べてましたね。時々、ね、と,と行きたいね、全然行ってないね。いや、ね、富山自体も久しく行ってないね。行ってないね、富山行きたいです、ね。そ行きたいですね。なるほどね、ありがとうございます。なるほどね、ありがとうございます。分かりますか。 じゃあせっかくなんでこれでも読みましょうかどれをえーっとですね私この間あのー、免許失効したって言ったじゃないですかお<う>無事まあ免許取得したんですけど、うん、あの出戻り食らいましたけどやっぱり住民票いたやん嘘俺いらんかったで住民票いらないって言うから井上さんがえでも住民票ででもあれいらんん俺持ってったわ持っっっってててたたわさんを 大阪だけじゃ,んだ,けじゃんだからき気軽に行ったら「あれ,あれ住民票持ってますか?」って言われて「いや持ってませんけど」っ持ってっとんかいえてかもともと執行うんんじゃなくても住民票っているんちゃうのいらない俺,嘘俺いつも忍ばしてるわ多分それ大ちゃんは引っ越ししたからじゃない毎<な>回うんそうなんですよ <laughs> それはね免許センターの話がちょっと一個あったので、うんえー、徳島県徳島市の同じ2点だぴょんさん これ何の言葉か知ってます同じ似てんだぴょんあスラムダンクやぴょんやよう分かったこれ誰のやつだっけ沢木太や沢木太や三能のぴょんぴょんぴょん全然思い出せないんだけどこれあいつぴょんが今流行ってんだよっていうのああ分かった思い出したうんぴょん同じ似てんだぴょんぴょん分かった思い出したえ十九歳なのによくこの人知ってんねいやでもスラムダンクは知ってるかうん オールエイジャなオールエイジャなオールエイジャークラブオールエイジャーオージェイオージェイージェイどうも初メールさせてもらいます普通オタでごめんなさい普通オタ普通オタってなんすか普通のお宅ってこと普通のお便りってことえそうなの私は普通のお宅だと思った俺も普通のお宅やと思った普通オタって普通のお便りってことラえラジオ業界 ラジオ業業界界用用語語やべえなんで業界用語あラジオ結構聞いてんのかなじゃあこの子は普通の歌ってことは普通の歌より略して「普通歌」AM の方なんだね AM 派なんや同じ似てんだぴょんさんは AM, AM 派だぴょんってことなのかな <laughs> この間少し面白いことがあったのでメールを送らせてもらいました、えー、先日自動車の免許を取りに試験センターに行ったときなんですが、うんえー、試験センターの入り口で典型的なドキュンかっこヤンキーさんですね、えー、に型をぶつけてしまいました <laughs> めっちゃメンチを切ってきて怖かったんですが身長が1 6 0ンチぐらいだったので無視していましたかっこ僕は1 8 2ンチです <laughs> めっちゃ高いや2 2センチ差って結構あるからねすると試験の時に、えー、僕の隣に座った人は うん、なんとその人だったのです,ドキュンすっこぶる怖かったのですが、うん、気にせず解こうと思っていました <laughs>、えー、がその人は試験が始まる前から完全に姿勢を僕の方に向けて座っていましたーただその彼は試験が始まると同時に,、うん、にその人はカンニングと判断され退場されていきました。<laughs> あまりにメンチを切るがためにカ君カンニングやろということで何君は帰ってよしということで,でまさかの<う>退場ということで,そんなんで <laughs> しかも部屋を出ていくまで終始僕の方を見ていました。 それ,それもカンニングで出されたのもう多分そのドキュンはこの同じ似てんだピョンのせいやと思ってるからね、うん、お前のせいやぞってなってる怒ってる,怒ってるよ、えー。徳島だからね怖いんじゃないですか<島>、えー、その後多分白いジャージュとか着てそうですね。 白ジャーいわゆるこう田舎ヤンキーなんでしょうね白ジャーとか来てそうですねえその後試験が終わり結果発表までの時間暇だったので外に出て休憩していました、うん、するとまたあのドキュンの人が入り口付近に座っていたのです <laughs> 僕が出てくるのを待っていたのかと思って少し怖くなりました、うん、しかし少しするとその人のお母さんがそのドキュンを迎えに来ましたええ遠くであまり見えなかったのですがその人の頭をペチペチ叩きながら、うん、叱っていました カンニングカンニングと言われて腹立つやつがおったけメンチ切っとったらカンニング言われて退場させられたわみたいな感じなんやろなあんたアホやないってペチペチペチ叩かれたねその後なぜかハグをして一緒に入って帰ってきました異常ですというこれはちょっと待ってもしかしたらやけどわかる多分お母さんかもしれませんけども彼女か奥さんの可能性ももうありますよハグすんやで ハグすんやでだってそうだよだからめん車の免許の試験なんだから、うん、18歳以上なわけじゃんそうだから何があるかこれお母さんの可能性もあるし、うん、彼女奥さんの可能性もあるわけでしょいやよかったらこの白ジャージのカラーやからね、えー、白ジャージとか一言も書いてなかったね、えー、ドキュンドキュン <laughs> 白ジャージは違う白ジャージ,ジャージ着てたらストレイテナのひなっちが町田のうすんでてこれ。<laughs> それ町田のそれうちらのあれよ <laughs> ひなっちで確かにただ中なんだよ、ね、た,だ <laughs> ただお中タダオ中で奈緒ちゃん隣の境中だから,らいやーひなっちはね大体ひなっちはね町田のヤンキーとかって、ね、言ってますけどね奈緒ちゃんの方が一個だからね常にねなんかちょっとねあどうも先輩って感じで来るから <laughs> ザ・縦社会だから、ね、ひなっちともね私ね免許センターで会いましたから。 昔んか言うてたわひになったって言ったね免許センターなるほどね免許センターで会ったことないですか誰か芸能人とは全くない免許ってさだって結局自分で更新に行かなきゃいけないわけだからやはり代理人いけんじゃん無理やっけいけんの確か代理百しゃくれんのやめてもらっていいですかロコフランクのキノ君みたいいやいやいやドラムじゃないわえっと何の話でしたっけえ免許の更新って本人じゃないのダメでしょ結局本人が行くんやっけ だから普通に来るわけでしょまあ来るでしょうねえじゃもうだから普通にキムタクとかも来るわけじゃないですかお前キムタク言われへんなったらもうラジオやめてま <laughs> キムトク <laughs> 木村ラ徳次郎キムトクです,です、ね、わさあキムトクじゃ <laughs> 普通太田でしたけどすいません普通太田ですすいませんね来るわけですよだって AKB とかも来るわけでしょあまだ免許持ってねえかまあ でもなんかうちらら分けられてへんいや教習所も多分時間別やでそうなのかな、うん、なんかあの呼んだことあるわ安室奈美恵か誰かが教習所通ってるやつの時が、うん、もう時間外教習所終わってからやるやつだそれパニックなるから多分そういう感じじゃない<ー>あでも奈央ちゃんが免許通ってる時に、うん、入れ違いで遠山京子が通ってたうわ うわ、普通に書いてたよ。同じきあの。うわー。ーすげえ、ただあんま興味ない。普通オタですいません。<笑><笑>覚えたからもうすぐっちゃいたい。普通オタですいませんって言の、その使い方間違ってない。あ、そっか。<laughs> お便りしてないから。お便りしてないからか、らせしてあげてください。<laughs> ええー、お知らせしましょうか。はい、ええとですね。どっちからいきますか。<え>銀肉のお知らせしましょうか。はい。 筋肉、えー、ではですね面白コーナー宛てのメッセージもお待ちしておりますえー、スターの名言ザ・スモールハンマーのコーナーということで、うんえー、有名人に限らず会社の上司、うん、学校の先輩後輩えー、吉田栄作ねなどの、えー、名言などをですね、うん、募集しておりますまあ吉田栄作の名言結構あるからね知ってたわかんない結構あるんですよ、うん、詳しくはねあのー 「トンネルのオールナイトニッポン」とかね見てもらえるとこの番組でが出てます何回も言うそれ, <laughs> それとイ伊集イのやつイジ伊イイからの王でかないとねそれ,えそれとですねものまねラペコのコーナーものまね自慢集まれということで通じる電話番号を必ずメッセージの欄に書いていただいてえ送ってくださいねあと最近全然来ておりませんけれども「銀肉川柳」なんかもねお,お題忘れてるでしょだからじゃお題は「ギンギラギン」のままかれこれ6か月ぐらい <laughs> そんなんやってない、うん、そんななやってない、うん、34ヶ月はやってますねでもね23ヶ月ですかね,ねそのぐらいはもうやってますけど銀ギラ銀ぐらいはね、うんうん、<laughs> 話半分で聞いとけっていうのいい例でしたね今のねがね、うん、ねえー、そんな感じでいろいろ募集しております、はい、メッセージの方は番組ホームページの方からアクセスしてください番組ホームページもパワーアップしてますのではい 力強くパワーアップしておりますのでなかなかパワーアップしてました www.jfn.co.jp スラッシュ MTH www.jfn.co.jp スラッシュ MTH でございます、はい、えー、そしてホルモンインフォメーションとしましてですね四、はい、月の九日えー、久々にパンツスプリング、はいえー、開催しようと思います今回は東北ということでえー、パンツスプリング二千十二イン東北会場はゼップ仙台になります、はいはい、えー、この時はですねドルパンこと パイドルパンチと一緒に行かせていいいたただきまますすので、はい、よろししくお願そしてですね、えー、これリベンジ5月の20日日曜日3第36回愛媛大学医学部学園祭、えー、医,学医学祭、えー、<ー>こちらの方がですね,ね、えー、2009年に、はいえー、前日ぐらいにですね、うん、あの新型インフルエンザがバッと流行って急遽、うん、あ,あの中止キャンセルになってしまった医学祭がビークルと一緒だったんですけれども、はい、日高さんと一緒にリベンジということで。はい はい、行かせていいいたただきまますすのでよろししくお願じゃあこの辺でお別れしましょうか曲かけてよもいいですか<れ>3分以上の曲でお願いしますって言ってるからね最近ちゃんとねみんな守って大体3分以上の曲でねあのリクエストね送ってきてくれてるんですねもうだんだんね限られてきちゃった残念ながらこれはねえ w h u に送ってくれた人いるのが3秒足りませんでしたね残念この3秒もダメだってねそうなんですだから俺が井上さんに相談したんよ、うん、曲 w h u わしかてほんま売れたいんじゃいって言ったら俺が「わ!」って言ってから「もう無理ですか?」って言ったらそんなんもう無理や言われた早いね <laughs> 早かっただい,だいぶ早いアウトだったね、えー、せっかくね沖縄県のジャイアントとかね長野県のニョッキとかね w h u いただいてますたしっかりとやっぱり残念3分以下なんだってねちょっとねいろいろ難しいんですよね 三分以上でお願いしますよできればねできればっていうか三分以上でしかかかりませんのでね。よろしくお願いします本日はですねこの曲でリクエストが大阪府のイッキマスター他多数からのリクエストでマキシマムザホルモンでレレ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 まあ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 マキシマムザホルモンでつけへんなーの 肉マクシミムザホルモン大好きハムなおのギンギラギンリンさりげ肉はいどうもはいはいあの、ね、これ三分のコーナーですこれはいいの来ましたよ来たケツにね持ってこいどうですかしかもあの多分ケツ聞けるっていうことなんで、ね、はい、えー、今日は多いですねここになんか またもらいましたね、大分在住大分いてますね。大分在住のナオミマルさんですねナオミマルさん、ありがとうございます船の船なんですかね、この人はね乗ってるんでしょうね乗ってねえだろ毎週、息子が聞いてますおおおおお来ましたね、はい。ありがとうございますマキホルの大ファンです来ましたマキホル、久々に来ましたよ三月六日、受験が終わってゆっくり聞いてると思います息子がねああなるほど 結果は合格を願いますが、はい、とりあえず頑張った息子に、うん、お疲れ。と代わりに言ってもらえたら嬉しいです。<laughs> ちなみにね、これラジオだと難しいんですよ。はい。お疲れの乙は甲乙つ,つけがたいの乙乙女の乙に、うんうん、あの、普通食べ、枯れる、食べるカレーライスのカレーね。なるほどね。まあ、あの、いわゆるギャグですわ、これね。ギャグ。ギャグをこの、まあ、お疲れと。はい。 なおみみまるさんが息子のために言ってくださいということだねなるほどもおそらく息子さんはこれ聞いてるんですかね聞いてるんですかね普通音ですいません普通音ですいません <laughs> 使いたい普通音ですいません言ってくださいよ大輔、えー、さんじゃじゃあもう全力で <laughs> 全力でちょっとじゃあ一つはい大輔さんのおつカレーのコーナーになりますからね <laughs> 今日から3分はあの以前トータルファット来た時にホセがね全力で言うってありましたけど全力のあのほら叫ぶっていうこんなありましたからじゃあ私本当に負けないようにだって1年間受験勉強したんですもんすただまあどうしましたこの人直美丸さん35歳直美さんより一個下なのにもかかわらず受験の息子がいるっていうねすごいまずは直美丸さんに直美丸さんにまずはまずはちょっとまずではもう、はい、子育てはい本当に、うん、お疲れ じゃあ、息子さん、それ最後、もう一回ちょっとじゃ。あ本当に、マジで、あの、直美丸の息子、本当。初めまして。初めまして。お願いします。じゃ、あ本当に、受験勉強、直美丸の息子さん、本当に。お疲れ。ありがとうございました。届きました。ありがとうございました。お相手は。お前で、わきちゃん、頼む、直人。ええ、大好きでした。車、トラジロンでした。誰が車やね。